さあということでトゥームレイダーの方続きやっていきたいと思いますが、まだね全然戦闘曲が鳴り止まない感じなので、まだ敵はいるんじゃないかなと思って、前回はそれっぽいことを言って終わりにしたんですけど、見当たらないです敵が見当たらないです。これはなんだ、あ、これか、なんだこれ、スノーキャットだけど、なんじゃらほい、なんかすげえ、ああちょっと待って待って待って、いるいるいる、どっかにいる、どっかにいる、そっちか、そっちに行きたいのか。でも待って、なんかすげえ撃たれてた。あー、でここでスノーキャットが落ちちゃったのか。ちょっと待って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 、なんかすげえすげえ撃ってくんだけど。あー、でそうか、なるほど、ここが、あー、そしてなんかここにあったな、これ掘れるやつね。なるほど、ここにあると。まあ逃げてきちゃったから、敵はここら辺で待っててくれ、待ってるね。やべ、敵が敵はのけぞったやつで2発目を撃てても外れちゃうっていう。なるほどな、まあコレクティブル見つけたからいいか。ほりほり、お、ナット3つ。これはいい掘り出し物だね。まさに掘り出し物。さて、じゃあ、あいつの体から。ちょっと。なんかあるし。落ちた先になんかあるし。で、マップを更新して。あ、これは？なるほど。さっきの状態でもいけるっちゃいけたのかな？ちょっと。もう深い雪は勘弁なんで。よし、じゃあさっきのところまで戻りましょうか。さあということで、敵の遺体をね無事回収して、なんか今ここ触れた気がするけど、ああ雪が深いだけか、紛らわしい。ということで一応ね敵を全滅させたので、これも読んで先進んでいこうか。ソ連の古いプレートね、プロパガンダね。俺ギリシャ語が欲しいんだけどギリシャ語はあともうちょっとレベル7だから欲しいんだけどな。壁画はこれで全部集めた。サバイバルキットがあと2つで、レリックはどうやらここにあるらしいけど、進んだ先か、おそらくね、おそらく進んだ先にあると思います。うん、そうだね。じゃあこの亀裂の下を渡って、渡ってっていうか通って先に、もうこれはいらねえんだってこの無線機はいらねえから。これで爆弾作れるとかだったらまだね話は別だったけど。お、でここがお休み地点、さらにお宝。トリニティの書状に封をするためのスタンプ。ああ、なるほど、今では使う人は少ないわね。なるほど、昔のトリニティが使ってた、あの多分ロウ、溶かしたロウをこうくっつけてペチョって、あの封筒につけるやつでしょうね。よし、じゃあ休憩がてらスキルを上げていきましょうか。そうだな、今のところ欲しいのが特にないから、サバイバーじゃなくてハンターのここら辺上げていっちゃうか。で、とりあえずハンターをこれ全部、アンロックしましょう。んでもって、インベントリもそろそろね、なんかできてほしいけど。クラフトマスターってのが必要なのか。なんだクラフトマスターって。どこで？あ、もしかしてスキルか？だったらこれクラフトマスターを手に入れられるやつを、なんだろう、どこにあるクラフトマスターは、この取ってないやつのどっかにある気がする。ファイターには関係ないか。で、これでもないから、ここか？アロークライマー、グレネーダー、ボディートラップスペシャリスト。あ、ちょっと次、これ取りましょうか。
これ取らないから、そうかそうか、なかなか解放されなかったわけだ。で武器がハンドガン、ハンドガン、これも上げられるけど、リロードが早くなるのは嬉しい、ありがたいね。よし、じゃあこんなもんか。黒森バレルが早く欲しいな。これ手に入ると相当強いと思うんですけど。で、まあコンポジット棒も、まあいろいろ足りないけど、あともう少しってところかな。よし、じゃあ出発。早くジョナを助けないとな。で、ここは？こんな寒いのに水に入る？寒中水泳ってやつね。あー、なるほど。あれ、待って、これ下になんか沈んでない？沈んでるけど別に下には行けないのか。まあ、お前は水の中落ちろよ。お前は少し黙ってろ。で、お前は死ね。なんかどう見てもあの銃のストックに矢が当たったように見えたけど、まあでもいいか。そんなね、細かいことをね言うもんじゃなーって敵がいっぱいいる。ちょっと待って、このテントはなんかあったりする？なんもないか。なんもないってことはないと思うけど、ここら辺は特に何もなし。ストロングボックスが2つあるから、それはぜひとも回収したいもんだけど、ちょっと隅々まで、あ、あったあったあった、やっと1つ目見つけたけど、なんだこれ、スクーバダイビングのなんかあるぞ。あー、これは別に取れないのか。で、これ開けて、あ、ハンドガン解除済み。あ、そういえばさ、ショットガンもなんか解除されてたよね。全く気づかなかったけど、もう一回戻るか。ちょっと焚き火に戻ります。はい、ということで焚き火にね戻ってきたんですが、このありさまですよ。敵を全部倒さないとダメと。わかりました。じゃあ倒しに行きますよ。倒そう。さて、ということで敵を倒すためにここに来たんですが、やはりね、結構、あ、こんなところにストロングボックスが。ちょっと意地が悪いな、ここは。で、フルオートショットガンももう少しで完成か。いや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 、ちょっと待ってよ。量が多いな。そしてショットガン全然使えてないっていう。あー、やっぱそれでお互いにカバーできちゃってるから、うまいことを誘い出してっていう感じかな。俺たちも他のやつと一緒に行くのか。まだだ、目を光らせて巡回を続けてろ。あ、動いた、アホめ。そこがお前、生き残るやつと死ぬやつの境目だ。で、あそこで合流しちゃうのか。まためんどくせえな。めんどくせえやつだな、ほんとに。いやいや、何その何その芋づる式になんか人が住んでいくみたいな。今のでバレないってすごいな。マジ、スノーキャット放置していくの？高そうなのに。で、またどうせあれでしょ、後ろ行ったらもう片方がなんかどっか行っちゃうんでしょ。まあありがたいけど。いや、行ってくれよ。ここでパターン変えるのはなしだろ。なんだよ、もう。ちょっと一応ドンパチしますか。まあ、それでね、回収させていただいて。よし、OK。よし、OK。あ、ヘルメットつけてんな。
よし、オッケー。ほぼダメージを受けずに敵を撃破。すげえ穴が開いてる。よしよしよし、オッケー。じゃあ次だな。武器の広めはまた次の機会ということにしましょうか。で、文献と、なるほど。まだちょっと残ってるけど、おおよそこう戦闘とかの、なんかあった。戦闘とかで必要になってくるものはもう一通り回収できたから、あとはあれだね。回収したければしてねっていうレベルのものだから、もう進んでいきますか。で、おそらくここを登った先に、また何かあるんじゃないかな。ここか。なんか、思った以上に狭そうだな。そんなに広い基地ではなさそう。まあ、気象観測基地だからね。そこまで広くないでしょうっていう感じだけど。逆に気象観測基地でね、なんかものすごい広さだったら、それはそれで、えってなるけど。ここら辺はなんか物資があったりするかな。ナットとかがあってくれると嬉しいけど。いや、ここで百葉箱って。使える？あ、お宝じゃ。ペンダント。骨が埋まってるぞ。近代の聖骨箱。聖骨箱なんだ。中に小さな人骨が入ってる。聖ペレグリン。末期患者の聖人。へえ。なんかそういうことをもするんだ。なんかピンみたいなので骨が止めてあるね。ギリシャ語あともう少し。あと多分2つぐらいなんか読み物見つけたら上がりそう。ああ、こんなところにある。で、おそらくそうだね。こっちだから。ここは開かないのか。じゃあちょっと読みますか。ギリシャ語上がんないかな。我々は新たな世界の入り口に立っている。神秘の源の在りかは突き止められた。クロフトは生きてはいるが、うまく行動を制限できている。だが、アナは刻々と力を失いつつある。アナの声、子供の頃から聞き親しんできたその声には、ためらいが混じり始めている。神が私の手にその意図を刻み、私を選んだ夜のことを覚えているかとアナに尋ねた。アナは覚えていると答えた。そして微笑み、この試練が終われば私たちにはまたあのような夜が訪れるだろうと言った。彼女のために、私は強くあり続ける。我々は古代として神秘の源を見つけるだろう。私はアナを救う。そして共に、世界を世界自身から救うのだ。こいつらは何なんだ。兄弟愛が激しすぎるのか、こいつらは。ちょっとよくわからないけれども、ただ一つ言えることは気持ち悪いって感じだな。いやいやいや、そこまで兄弟そんななるみたいな感じだからね。ここに何かあるか。なんかありそうだけど、意味深に登れたからあるとは思うんだけど、何もなさそう。あれか。うう、ちょ、何、え、びっくりした。穴開いてる。ひでえな、これ。なるほど。多分これは降りてくるときに使うみたいな感じか。まあいいでしょう。じゃあここを登って。はしごはちぎれてる。よし。で、おそらくこっちだな。登ってもらって。多分この青い建物には入れないんでしょうね。で、ここが入り口。で、もしジョナが捕まってるとしたら、この辺りっていう感じだったっけ。あ、またお宝、ラッキー。ライフルのカートリッジだ。でもなんだか奇妙、ね。奇妙。これ？こっち？なになに。あ、なんか書いてある。端にラテン語が彫ってある。すべてを殺せ。神は己のものを知りたもう。あ、ええー。まあすごいけど、まあな、オカルティックだな。あ、ギリシャ語がレベル7に上がったぞ。やったー、棒読み。で、あとサバイバルキットが1つと文献が3つ。まあ、ほぼほぼ集めた感じになるけど。で、待って、この辺りになんか、あれなの？読み物はあるの？文献。なんかある感じになってるけど。あ、奥か。建物の奥にありそうだから、ムービーかな？違うな。ムービーではないな。じゃあ、ちょっと、書物とかを探しつつ、気をつけて探索していきたいと思います。
いやすごいな、俺こういうところ好きよ。あれでもジョナいなくね、この辺りいねえんじゃねえの、もうさすがにさすがにまあもう来るでしょって感じで引き上げたか。まあララだったらもう10分ぐらいしたら来るっしょみたいな感じで多分引き上げた可能性高いなこれ。で多分普通にジョナを取り戻せたらあいつらは甘かったってことだね。よし読もう。私は神に見捨てられたこの谷で死にはしない。私の信仰は強い、私の意志は強い。たとえ私の意識は絶えずさまようとしても、幼少期コンスタンティンと私が子供の頃、あの子は難しい子供だった。いつも何かしら疑問を抱いては答えを求め、将来を憂いていた。生きる意味を見出せないのではと心配していた。弟の手を切りつけて刻印をつけ、耳元で囁いたあの夜、私は弟を変え救った。私の望み通り、あの子は神の御業だと信じ込んだ。今私には弟の助けが必要だ。もしあの子にできないのなら、私は自分で自分を救う。ちょっとアナが女怖ってなるけど、それうわーマジか。ってことはコンスタンティンは完全に操り人形にされてていいように使われてるってことか。これこのテープ聞かせろよちょっとそしたらこんなことにもならなかったんじゃないの。聞こえてるかは分からんが、ララ話し続けるぞ。ここで何かが行われている。木に登って下の谷を見てみたら、古い建物とそこで何らかの活動が行われているのが見える。ヘリであらゆる装備が運び込まれているようだ。トリニティに違いない。それ以外に説明がつかない。結局先起こされたってことか。何時間か観察して奴らの見回りパターンが分かった。タイミングをちゃんと見計らえば入り込めると思う。君はこれが得意だったよな。君がどこにいるにせよ、俺の声が聞こえてるなら、どうか気をつけてくれ。いや、もうジョナはね、何としても救い出しましょう。これは救わなければならないわ。文献とサバイバルキットが一つずつ足りないけど、おそらく、雪原のどっかにあるんでしょうね。よし、まあ、それはいいから、もうさっさと登って。まあ、いるとしたらここなのか？ああ、それバタンって、ああ、ならない。ならないタイプ。もうちょっともぬけの殻でしょ、これ。説教するくらいなら。ジョナ、まずい、まずいとか言いながらちょっと戻ってるけどなるほど、ジョナが殺されそうだ。まあでもここでね、ミスミス大事な友人を亡くすわけにはいかないので、ゼガヒでも助けに行きましょうか。これを普通に降りればいいのかな。こちら側はなんだ、特に何もないのかな。いや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 、これはまずいことになったな。もう今銃向けられてたから、あの状態で殺されててもおかしくない感じだけど。ゴンドラ乗り場動いてないなあまあこうなるか。ということでちょっと考えたんですが、じゃあ続きはねまた次回ということにしましょう。おそらくだけど、あそこ今向いてる方向にあるあの工場みたいな場所にジョナが捕まってるはずだから、あそこへ行ってジョナを助けましょう。よし、じゃあ続きはまた次回。それじゃまたな。